アニマル浜口、アニマル浜口、アニマルは、まぐち、1947年8月31日イ、は、日本の元プロレスラー、ボディビル指導者。本名は、浜口平吾。ボディビルダー出身で、国際プロレスや新日本プロレスで活躍し、当初のニックネームで呼ばれた。愛称は、浜さん。武蔵野学院大学日本総合研究所客員、教授。 アニマル、浜口レスリング道場主催、血液型 A 型。女子レスリング選手の浜口京子は長女、島根県浜田市出身。父親が事業に失敗し、9人兄弟を抱える家族の生活が困窮したため、小学5年生時、1958年、母親と妹と一緒に、島根県浜田市から親戚の住む大阪府堺市へ移る。 中学二年生時に単身で故郷の長慶宅に戻り、牛乳配達のアルバイトをしながら、学校に通っていたが、母親の勧めで再び大阪に移り中学を卒業、家計を助けるため高校進学を断念する。その後は、名古屋市、東京、横浜市と工事現場を転々とする毎日だったが、ある日、横浜で酔っ払った勢いで、横浜市電を止めた先輩の姿を見て、 いつまでこんな生活をしているのか。原点に戻ろうと一年発起し、16歳時、1963年に大阪へ戻って成功所へ就職し、その間に重機操縦士免許を取得する。1964年に17歳でボディビルを始め、1969年にミスター・兵庫コンテスト準優勝を受賞。 同年8月にボディビル界とのつながりが強かった。国際プロレスに入団、プロレスラーに転校する。デビュー戦は、同年9月20日の岡山県、高橋市民会館における対、本郷正吉戦で、反則負けを喫している。後に、パートナーとなるマイティの上も、同じボディビルジムに通っていた。入門と同時に、グレー特撮の付き人を務める。 浜口には格闘技の経験がなく、身長も180センチメートル未満で、レスラーとしては決して恵まれた体格とは言えなかった。だが、当時の国際プロレスには、カール・ゴッチやビル・ロビンソンといった、後に、名コーチとしても名を馳せるレスラーが出入りしており、彼らから基礎を教わることで、レスラーとしての礎を築く。またテクニシャンで知られる同門の寺西イサムや井上の動きを見習い、 頭脳的、時に、狡猾なプレーを、自らのものとする。1970年には、リングネームを、アニマル浜口に改める。1972年に、海外修行で渡米し、リックザ・ブルーザーが主催するインディアナ州、インディアナポリスのワウィへ遠征。ヒゴ浜口のリングネームで、三ツ・アラのパートナーとなり、失火までのタゴ作隊図に、下手巻きの日本人ヒールとして、ブルーザー、 ウィルバースナイダー、カウボーイ・ボブ・エリス、ムース・ショー・ラック、セーラー、アート・トーマスなどのトップスターと対戦した。1973年の帰国後は、国際プロレスのメインイベンターの一人となり、同年7月9日には、大阪府立単位区間にて、バディ・ウォルフを相手に、金網デスマッチに初挑戦。以降、ディック・マードック、ブラック・ジャック・マリガン、ビル・ワット、スーパースター。 ビリー・グラハム、バロン・フォン・ラシュク、レイ、スティーブンスなどの大物外国人ともシングルッチで対戦したが、しばらくタイトルには恵まれず、1976年に2度目の海外修行に出発。カナダ・カルガリーのスタンピードレスリングでは、リッパー・コリンズをマネージャーに迎え、ミスター・ヒトと組んでインターナショナルタッグ王座を獲得。プエルトリコの WWC では、ゴードン・ネルソンをパートナーに、 アントニオ・ロッカミゲル・ペレスから北米タック王座を脱出した。1977年、イワ,ワールドシリーズの第6回大会に合わせて帰国したと同時に、新規一点コスチュームをワンショルダータイツに変更。ワールドシリーズと同時開催となったイワ世界タック王座争奪トーナメントでは、テラニシとのコンビで出場して決勝まで進出。 3月25日に行われた決勝で、ビッグ、ジョン・クイーンクルト・フォンスに敗れイは、世界タッグ王座獲得を逃したものの、翌3月26日、草津との新コンビで、クイーンヘスを破りは世界タッグ王座を獲得。以降、ワイルド・アンガス&、マスクド・インベーダー、プリティ・ボーイ・アンソニー、ジップシー・ジョー&、キラー・トー・アカマタ、エリス&、ザ・キラーなどのチームを下して、 王座を防衛し、末期国際プロレスの中心選手として活躍した。1978年1月5日に、ザサモアンズ、アファンドシュカに王座を奪われるが、3週間後の1月20日に、草津とのコンビで脱会。以後、1979年1月21日に、新日本プロレスのヤマハブラザーズ、山本小鉄のカンタローに敗れるまで、アレックス・スミルノフオヒト。 スミルノフジアトミックなどを相手に4回防衛した。1979年2月23日に、同郷のイノウエとの新コンビで、ヤマハブラザーズから王座を立つ。イノウエとのチームでは、これ以前に全日本プロレスとの交流戦で、アジアタック王座も獲得しており、和製ハイフライヤーズ、オリジナルのハイフライヤーズは、アワノグレッグガニアとジムブランゼル、ナニワブラザーズなどと呼ばれた名コンビだった。 このコンビでは、サモアンズ、上田馬之助&マ、マササイト大木金太郎&、上田、ジョーキラーブルックス、ジョーキラーカールクラップ、マイク・ジョージ&、ボブ・スー・イータンら競合チームを退けて、王座を防衛している。1979年11月14日の、上田&ヤス、安藤や1980年7月25日の、 スパイク・ヒーバーロッキー・ブリューアーとの防衛戦は、カナアミタック・デスマッチで行われた。その間、1979年8月26日のプロレス夢のオールスター戦では、後の名優長州寺からとコンビを結成し、全日本プロレスの極道、コンビ、グレート・ソロク大熊本寺と対戦した。1980年3月31日、 高楽園ホールでの新日本プロレスとの対抗戦で、井上と組んで、木村健吾エ美の元の遥を相手に、わ世界タッ王座の防衛戦を行ったが、木村のプランチャーを浴びた際、観客がこぼしたビールで足を滑らせて後頭部を床に、打って失神、右足首も捻挫して、長期欠場するとともに、試合は、井上浜口の反則勝ち、井上とのコンビで保持していた。 わ世界タック王座を返した。翌1981年4月には、肝臓疾患のため欠場し、前年7月15日に井上と組んで新日本、ストロング小林永遠から奪還したわ世界タック王座をまたも返上してしまう。国際プロレスが活動を停止した同年8月も、欠場中のまま迎えた、欠場中のシリーズのポスターにおいても、 浜口の写真が掲載されていた。1981年9月23日、新日本プロレス田園コロシアム大会に国際プロレスのエースだったラッシャー・木村と共に来場。この時、メインイベント前のリング上で新日本に宣戦復刻するはずのところ気がいきなり、こんばんはと挨拶し、白げた雰囲気になりかけた状況を救ったのが浜口のマイクアピールであった。 その年の10月に新日本プロレスとの全軍対抗戦に出場。そのまま、木村、寺西と共に国際軍団を組新日に参戦する。国際時代とは一転、ヒールとして新日ファンからの像を買った。中でもアントニオ猪木一人と旧国際軍団三人、ラッシャー、木村、寺西勇、アニマル。 浜口の1対3変速マッチは今でも当時を知るプロレスファンの語り草になっている。試合ではホール負けを喫するがチョキのエネルギーを消耗させ5分で渡り合った。そして首相であるラッシャー・木村の勝ち、エプロン、カウントアウトに貢献した。翌1983年のサイドの1対3変速マッチではチョキからフェンスアウトで勝利した。その後、 1983年には国際軍団から離脱、長州寺からを中心とする維新軍に交流して、新日世紀軍と対戦、同軍の副将閣、そして長州の参謀として大活躍した。なおこの時に始まる長州との交流は立場を違えてからも続き、浜口の引退時、長州は影で声を上げて泣いたという。浜口は、 国際プロレス時代はまだつぼみだったが、新日本プロレスで開花したと語っている。1984年に、突如、超集力、マササイトーラと、ジャパンプロレスを結成し、全日本プロレスに参戦する。浜口自体に、無類の強さという感じはなかったが、タックとして、主役級の相棒、タックパートナーを着立てる、助演がうまく、ジャイアントババからも評価されていた。 これは、浜口とタッグを組んだグレートクサツ、マイティ、井上、ラッシャー、木村、寺西勇、長州力、キラーカーン、谷津義明が、幾道音に、浜口を表する言葉である。馬場は、ジャンボ、鶴田 VS、浜口のシングル戦の TV 解説時、最初に、全日本軍の実力者、負ける要素は何もありません。鶴田、鶴田。 といった実況アナウンサーの倉持隆尾に負ける要素は何もありませんと言いましたけどね。そうすると浜口には勝つ要素が何もないということにりますけど、これだけのファイトがあるんですからね油断はできませんよとしなめたことがあり、試合終了後も浜口のファイトを絶賛していた。1985年7月18日には寺西とのコンビで、 アジアタック王座を獲得するが、同年10月7日に行われた6人、タックマッチ、長州、タニツと、クミツルダテンリュ田イシ石川と、対戦で、鶴田のブレインバスターを受けし進故してそのまま、欠場し、寺西は、ホナが登る男を、浜口の代役パートナーとして指名した。1987年にジャパンプロレス分裂、長州らの新日復帰に合わせ、 現役を引退。浜口の引退は、新日からジャパンプロレスに移籍し全日に参戦する際に交わしたトラブルを起こした場合は引退するという約束を貫くため、キラーカーンも同様、また体調を崩しシリーズ欠場中でもギャラを支払ってくれたジャイアントババイのオンリーが影響している思われる。引退セレモニーで、この四角いリングの中に魂があったんですよ。ありがとうプロレス。 さよならプロレスという浜口説と10カウントで締めた。引退後はアニマル浜口レスリング道場を東京都浅草に開設。同事務には主にアマレスや柔道といった格闘技の経験者で基盤がある人間はもちろんであるが、特に基盤がない人間でも将来プロレスラーとしてデビューをしたいと志す人を対象に開設した日本有数のプロレスラーとしての養成施設である。 指導者となる傍ら、自らも一から体を作り上げて、ボディビルの大会、ミスター東京、シニア部門に出場し優勝した。出場するにあたり、1 0 0ラム以上の体重を7 1ラムまで落とした。1990年、聴収力が昔とは別人のような精裁を欠いた試合を続けていた頃、浜口は引退後初めて新日の会場に現れる。 長州がその日も不甲斐ない試合をしたのを見届けた、浜口は、突如、その試合後のリングに乱入する。おい、長州、お前何やってるんだよ。こんな試合をして、恥ずかしくないのか。と、涙ながらに叫んで、長州を張り倒し、馬乗りになってなおも張り手を見舞っていった。その後、昔のようなギラギラとした奴に戻ってほしいと、長州の景気づけのつもりで、 長州とのタッグマッチの対戦限定で、現役復帰をし、しばらくの間ビッグバンベーダー等と共闘し、長州と対戦する。後年に、キャッチフレーズとなる、燃えろキ気合だ、は、この頃に初めて走したものである。その後、長州とは一気打ちを経て和解し、ジャパンプロレス時代以来のタッグを復活させたりした。1994年、セミリタイヤ状態を経て、 王に舞台を移して、再度現役復帰。1995年には、天竜、北原幸樹と組んで、王六人、タック王座を獲得した。王座陥落後はリングからは遠ざかっているが、正式な引退表明はしていない。最も前日のように1987年に一度、引退セレモニーは行っており、公式サイトではそれを正式引退として扱っている。その一方、 この頃からは明白落としてもクローズアップされ始めた。ジムからは小島さとし、大谷慎次郎、大森隆尾、小原道悠、諏訪、本間智明、田尻、高橋七恵らを送り出した。また、長女の浜口京子をレスリングの世界チャンピオンに育て上げる名コーチとして注目を集めた。現在のジムは長男の浜口武氏がトレーナーとして指導に入っている。 2004年アテネオリンピックにおける、気合だ。という言葉の連呼、同年流行後対象トップ10に、選出と、場合によっては、周囲の迷惑を顧みないと非難された派手な応援、特に掲示板の得票事ミスに関する抗議は、海外のメディアからも、一定の注目を集めた。同オリンピックを国民的に盛り上げた功労者との、見方もある。娘に向かって、気合だ。おい。 おい、おい、と叫ぶ姿で、プロレスファン以外の世間にも顔を知られる存在となった。2008年に行われた北京オリンピックでは、アテネ同様に家族総出で現地に応援に駆けつけ、娘の連続メダル獲得に大声で喜ぶ姿が、世界各国のテレビで放映されただけでなく、地元の新聞の紙面をも飾った。ただ、 浜口の言動に対し中華人民共和国の公安当局から要注意人物としてマークされ自由な行動や発言はできなかったとの報道もあった。現役時代のトレードマークはターザン風のワンショルダータイツで赤、白、赤、青、赤、水色などのツートーンカラー、赤、青、紫などの単色、一時期パートナーのマイティの上に合わせて、 花柄のンショルダータイツも着用した。得意技は、ダイビングエルボードロップ、ジャンピングネックブリーカードロップ、エアプレーンスピン、ダイビングフットスタンプ。ネックブリーカーは、本家のジャイアントババからも褒められた。エアプレーンスピンは、アンドレザジャイアントを回すのが、現役当時の夢であった。また、長州寺からと、一心軍団として、タックとしての試合においては、 長州とのツープラトンので行うパイルドライバーが秀逸であり、長州がリング上で相手の首元を股に挟み、浜口がコーナーポストで相手の足首を持って相手を落とすが、行う前に浜口がいつも上を向き絶叫するのが得意のポーズだった特にハイジャックパイルドライバーとも言われ相手に恐れられてた。また、長州が相手をバックドロップの体勢で持ち上げて浜口が トップロープからジャンピングネックブリーカードロップを落とすツープラトン攻撃はフィニッシュホールドとなっていた入場テーマはマタドール曲日のテルマサ。国際プロレス及び新日本プロレス参戦時にはフリーライドサーファーゼロトゥシックスティインファイブという曲もテーマ曲にしていたプロレスラー養成所であるアニマル浜口レスリング道場からは 数多くの文科生が排出され、プロレス業界で活躍している。他、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。